休もうとしてたのに何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。少し話すくらいのことはそんなに面倒か？逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって、普段から話してないといざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり一緒に行動するなら、いがみ合ったままよりそうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よくわからないわ、でもあなたがそういうことを気にしているというのは分かった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、だからできる範囲でもう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみなさい。少しは分かってもらえたのか？休まないの？少し話がしたいと思って。話すことなんてないけど。そうか、邪魔なら戻るよ。別に邪魔とも言ってないわ。ああ。ごめんなさい。他人といることに慣れてないの。何を話したらいいのかもよくわからない。別にそんな構えなくたって。そうだ、子供の頃の話とか。ずっと茨があったから、これといって。そういえば友達がいたわ。友達？古い古い人形よ。ああ、子供の頃の私にとってはそれが気兼ねなく触れ合えるただ一人の友達だったわ。着替えをさせたり、食事の時に膝に置いたり、ずいぶん一緒に過ごしたわね。尋ねてもいいか？私が人形遊びをしていたのが意外？そうじゃない、ただその人形誰がくれたのかと思って。覚えてないわ、ずっと昔のことだし。今はその人形はどこにあるんだ？レネギスを離れる時置いてかざるを得なかったの。残念だけど多分もう残ってないと思うわ。少し話できるかしら？珍しいな、どうしたんだ？この前は私の子供の頃の話をしたでしょ。あなたのことも聞かせてもらわないと不公平だと思って。不公平って？俺だって子供の頃の記憶なんてほとんどないぞ。覚えている範囲でいいわ。何かあるでしょ？そうだな、昔ダナの領主に仕える兵士だったって話はしたか？それってもう大きくなってからの話じゃない？もっと小さい頃のことは覚えてないの？ああ、そういえば子供がいたな。あなたに？まさか。同じ兵士仲間の子だ。あの頃俺たちは顔も知らない主人のために命がけで戦って、疑問も抱かずにいた。だけど父親が死んであの子が泣いてた時、何とも言えない苦いものを感じた。飲み込んではいけないと分かっているものをずっと飲み続けているような奇妙な感覚だった。変だろ、兵士の死なんてありふれたことのはずだったのに。昔からあなたの根本は変わらないってことだと思うわ。理不尽な仕打ちを心が拒むのよ。そんな言われ方をするとなんかくすぐったいな。領主もあの子もどうなったろうな。今となっちゃ知るすべもないが、そういえば
あの子は人形を作るのがうまかったな。お守りにって一つもらったっけ。人形。ねえ、話があるんだけど。いい。どうしたんだ、改まって。私が持っていた人形の話、あれから考えてみたけど、やっぱり誰かからもらった覚えがないの。子供の頃の話だし、思い出せないのは無理ないんじゃないか。そうね。でもあの人形はとても古くて、最初からあったような気がするの。もしかしたらよ、万に一つの可能性だけど、あの人形はあなたがレネギスに持ち込んだということはない。まさか。絶対にないと言い切れる。うん。あるというよりないという方が簡単。分かってるわ。でもゼロと断言はできないでしょ。ずっと一人だと思っていた私が、あなたやローやリンウェルやキサラやテュオハリムに出会ったように、起こり得ないと思っていたことが起こりうるのも現実だわ。確かに。何もかも300年前に置いてきたのに、今の俺は一人じゃない。あなたが300年を超えて私やみんなと出会ったように、一つの人形が時を超えたっておかしくはないでしょ。このことに意味を見出すのも見出さないのも自由なら、私はあると信じたい。そうだな。偶然だ、ありえないと拗ねるよりよっぽど素敵だ。うん。何か話があるのかと思ったけど。用がなきゃダメだったか。いいえ、前は分かり合わなきゃってあれこれ話そうとしたもんだったな。そうね。ねえ、どうした？その、よかったら一緒に作らない？何をだ。何って、その夜食なんだけど。え、夜食？あの、ああ夜食ね。もちろんそうだよな。うん。何だと思ったの？いや、何でもない、気にしないでくれ。それで何を作るんだ？この材料見覚えはある？これは、塩。覚えていた？そう、私たちが初めて一緒に食べた料理、あの時は随分不評だったけど。根にもたれてたか。悪かった。冗談よ。これにしたのは手軽に作れるし、夜食にちょうどいいから。さあ、始めましょう。二人でならすぐできるわ。これをまた二人きりで食べる日が来るなんて思わなかったな。あの時と今、思えばいろんなことが変わったわね。食べているものは同じなのに。食べているものだって変わったさ。あの時よりずっとうまい。あれ以来私もあなたもそれなりに経験を積んだもの。味だけじゃないんだ。なんていうか、食べていることが楽しい。ええ、わかるわ。戦いのこと、世界のこと、大変なことが全部終わっても、こうして食べることだけは変わらないんだろうな。そこは変わりようがないわ。生きている限り食べるんだから。その時もこんな風だといいな。さすがにもう野営はしてないと思いたいけど。もちろん家の中だ。雨の心配のない屋根の下で、焚き火でなく暖炉があって、丸太でないちゃんとした椅子に綺麗なお皿を並べる大きな食卓、急ごしらえでない台所。ご飯時にはその台所で一緒に並んで。ちょっと作りすぎたみたいだな。食べきれない。そうね、もったいないし、誰かまだ起きてないか見てくるわ。一緒に
か。